おはようございます。ドライトニュースの時間です。統合版マインクラフトプレビュー版バージョン 1.19.10.24 のアップデートについて紹介いたします。今回のアップデートは修正のアップデートで、修正の数も少なめです。もしかしたらバージョン 1.19.10 のアップデートも近いかもしれませんね。そしてアップデート情報の記事は昨日の時点で出ていましたが、アップデート自体は本日ありました。早く教えてくれるなんて優しいですね。それでは今回のアップデート内容を紹介いたします。まずは実験に関する内容で、ワイルドアップデートと通常のマインクラフトでの実験の項目がなくなります。もう実験に必要なコンテンツがないため、2つとも削除を決めたようですね。確かにワイルドアップデートはもう出ているので、残っているのはおかしいですね。続いてアレイに関する修正で、複製した後にまた複製するためのクールダウンが2分半から5分に変わりました。 Java 版のプレリリースで変更がありましたが、統合版のプレビュー版でも修正されました。続いてバージョン 1.19.10 より前のワールドで、行商人のラマのスポーンエッグが空のままクリエイティブメニューに表示されていたバグを修正しました。他にもモブのスポナーに無効なエンティティを割り当てるとクラッシュする問題も修正され、タッチコントロールで dpad 領域がホットバー領域と重なった時に、タッチコントロールの右側の dpad ボタンが機能しない問題も修正されました。以上、統合版マインクラフトプレビュー版バージョン 1.19.10.24 のアップデート内容でした。必要のない実験要素がなくなり、少しは処理が軽くなるといいですね。アレイの複製のクールダウンも伸びてしまい、ちょっと残念なところもありましたが、タッチコントロールの操作に関する修正があり、直って良かったですね。こちらのアップデートは、スイッチ版、iOS、Android、Win10 版の PC、Xbox 版、PS4 に来る予定です。それでは、良い一日を。